皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は英雄伝説始まりの奇跡のファミ通紹介をしていきたいと思います。物語を彩る達人かっこはてなたち、サイト、キャラクターボイスはリュウタニオサムさんです。古の時代よりクロベル、クロベル、クロスベルを守り続けて神童の伝説で語り継がれてきた聖獣です。続きまして、イリア・プラティエ、キャラクターボイスは浅川優さんです。炎の舞姫とも称えられるアルカンシェルのトップスターです。続きまして、マテウス・バンダール、キャラクターボイスは小山力也さんです。クルトの父でバンダール家元当主です。続きまして、オリエ・バンダール、キャラクターボイスはユカナさんです。マテウスの後妻でクルトの本当の母です。続きまして、エフ・ノバルテイス博士、キャラクターボイスは窓の光明さんです。結社ニクラウ蛇の使徒で第6中で兵器開発を担う13工房を統括するマッドサイエンティストです。では、奇跡シリーズとデータ連動特典が明らかになりました。まずは、ゼロの奇跡回システムデータ、アイテム7属性セピス、7属性セピス200個、青の奇跡回システムデータ、アイテムセピス魂600個、特殊アクセサリー解放者の証、パラメーター上昇プラス CP 上昇率アップ、データ連動特典でののみ入手可能のアイテム、ゼラムカプセル1個、1000の奇跡3システムデータが存在、アイテム U マテリアル50個、1000の奇跡4システムデータ、アイテムエスポムの霊下1個、そして、特殊アクセサリー、英雄の証、各種パラメータ上昇、 CP 自動上昇、データ連動特典でのみ入手可能です。そして、1000の奇跡4クリアデータが存在、特務課ランクの S の場合、特殊アクセサリー獅子神大受賞ですかね、各種パラメータ大幅上昇、能力低下5、データ連動特典でのみ入手可能。そして、特務課ランク A プラス、アクセサリーグレンの紋章、各パラメータ上昇、能力低下5、ゲーム内でも入手可能、トールズ再起動、回転、アイテム精霊化2個、竜神化1個、トールズ再起動一生、アイテム精霊化2個となっております。というわけで、今回はこの辺で英雄伝説始まりの奇跡のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。